2ヶ月以上にわたり感動を届けた木下サーカス、4年ぶりの地元岡山公演が先週閉幕しました。新型コロナによる経営危機を乗り越えた120周年の記念公演、千秋楽最後の一日は別れを惜しむ人々でいつも以上ににぎわいました。平日となった最終日も多くの人々が詰めかけました。いろんな思いが詰まった複雑な気持ちですけど、やっぱりこう、ね、最後の最後にこんだけお客さんが来ていただいて、台風の難もそれて、記念すべき、岡山公演になったなと、はい、思います。最後まで迫力満点のステージで観客を魅了した団員たち。しかしやってきた別れの時、6月末の開幕以来、新型コロナの第7波や台風を乗り越えてきました。会場にはファンや団員の知人が訪れ、公演の成功を祝福しました。はい、行きます。はい、OK。 寂しいな。はい、どうぞ。だって33回見させてもらいました。この人は書いたんですけど、今日渡すって、はい、持ってごらん。ハッピー、We were looking for you。 プレゼントもこういう、この人は書いた。ピエロや動物が大好きで、9回も足を運びました。名残はつきませんが、公演終了のわずか10分後にはテントの中で撤去作業が始まっていました。次の公演地に向けて黙々と作業を進める団員たち。今年はまだ東北と関東の2カ所で公演を控えています。ここの、9月の、10日に移動して、次の公演地である仙台にテントが立つのはわずか1週間後。慌ただしいですね。いや、まあいつもだいたいこういうペースなんで、はい、慣れたもんっていう感じ。もういつものスタイルです。ただいつも通りに行かなかったのがこの2年、新型コロナの自粛要請で長期休演にも見舞われました。その何、解雇とか、やめちゃうとか、それはもうありえないでしょ。ありえないというよりも、そういうことをすべきではないというよりも、120周年を目前にして陥った経営危機でした。まあ、時代がどんどん変わってますのでね、また年齢も変わってますのでね。だけどもやはりそれをみんなと力を合わせていけばできると信じてるわけですよ。ほとんど公演もできずテントを畳んだこともありましたが、団員一丸となってふるさと岡山での凱旋公演を目指してきました。サーカス自体がもう家なんで、サーカスなくなったらもう家がなくなるっていう感覚なので、僕らとしては守りたいなっていう気持ちですね。今国籍を超え守り抜いたエンターテインメントの日。 You're not just a performer or just an artist. You are an artist but part of a family. And a family tradition which is genuine many circuses that have lost over the years. So this has always stayed the same, very family orientated. そして念願だった凱旋公演は終わり、テントは再びふるさとを離れます。千秋楽の2日後、撤去は完了しつつありました。何にも公演できないね。まさに悲惨な状態でしたよね。まあそれがこういう形でね、120周年
青山公園。はい、はい、はい、せーの。よかったね。凱旋公演が幕を下ろしました。18万人を超えるですね、約20万人近いお客様に来ていただいたということ、このコロナ禍の中でですね、いうのはもう奇跡でしょうね。本当にそう思います。120周年のこの地元岡山での公演がね、こうして大成功にできて、そして今無事に大テントもね、撤収しつつありますけども、120年、どんな困難も諦めず挑戦し乗り越えてきたサーカス団。千秋楽でもパフォーマンスは進化し続けていました。やってないで、あ、新しいことに、そう、新しいことに、もう少しすると今度マリネファイヤーで、その上でまた目隠しやりたい。目隠しをつけてのハンドバランス、最終公演で盛り上がりを見せたワンシーンでした。しかし失敗、静寂がテントを包みます。今回の公演よりもさらにね、レベルアップして、さらにブランド力をつけた世界の木下サーカスとしてですよ、本当に世界一の魂の集団をみんな目指しながら、あらゆる面をですね、良くして地元岡山に、誇り高き岡山にね、戻っていきたいなと思っております。その魂でふるさとの人々を魅了し、次の地へ旅立った木下サーカス。次はどんなスーパーイリュージョンを見せてくれるのでしょうか。